驚きましたな。いけますね。あ、失礼。いや。どうぞ。なんだ。先生、ちょっと。そうそうそう。私、ある絵描きさんのモデルになることにしたのよ。うん、うん、だってとっても雰囲気がいいんだもん。港の見える高台にある一軒家、真下にヨットハウスが見える。でね、あなたのお洋服貸してもらいたいのよ。赤や黄色の水玉の入った北欧風の感じがあるでしょ。あれがいいと思うのよ。何のことよ。うん、うん、そうそう、あなたが河川だと思って買ってきたら本当は急だったっていうあれよ。お願いね。じゃあどちらへ連絡したんです、有沢さん。洋服はいらないんですよ。そうか。じゃあ服を脱いでいただきましょうかな。はじめに靴だ。次はベルト。服を脱いで。どうも。その地下に印刷工場があるわ。何？やっぱり貴様だな、裏切ったな。Thank you.
どうも。この女を殺したくなかったら拳銃を捨てろ。札を運び出せ。